ニードルガーゼナントドン関西らは、脱カに属する、淡水魚の一種である。主に河川に生息するが、池や、運河などでも見られる。また、稀に寄水域、海域にも出現する。ニードルフィッシュ、シルバーニードルフィッシュ、アジアンフレッシュウォーターニードルフィッシュ、ニードルノスハーフビッグフレッシュウォーターガーなどの名で、取引される。名前に、ガーとあるが、 ガーメとは無縁の魚である。南アジアから東南アジアにかけて広い分布域を持ち、インド、スリランカ、マレー半島に及ぶ。他の脱化魚類と同様に、細長い体と、歯の並んだ、長い量額を持つ。背びれ、尻びれは後方に位置し、尾ひれに接近する。体色は、銀緑色で、背面は暗く、覆面は明るい。体側に暗い帯が一本走る。 わずかな性的二なりが認められ、オスは背びれ、尻びれの縁が黒い。肉食性捕食者である。魚類、カエルを食べるとする資料もあるが、野外では主に甲殻類を食べる。卵性である。水槽内では産卵は午前中に行われ、少数の卵を水草の間に産みつける卵は、直径3.5ミ、mm、リメートル程度で、20ミリメートル程度の粘着糸で、 水草の葉に接着される。10日ほどで12ミリメートル程度の稚魚が孵化する。生まれた時点からグラミーの稚魚なども含む生き枝を食べる。中小漁業で漁獲される。また、観賞魚として取引される。ニードルガーは家庭の水槽でも飼育可能な数少ない脱化魚類である。欧州では1910年頃から飼育されており、 1963年には、オーストリアのバイオロジカルステーションウィルヘルミナンバーグが、飼育下繁殖に成功した。比較的大きく、神経質で生きれを好むため飼育の難易度は高い。海水魚と誤解され、飼育水に塩が加えられることもあったが、この魚は完全な淡水で問題なく飼育できる。水面からの飛び出しに殺傷力があると言われることも、あるが、 魚類学者は否定している。また、人に噛みつくことがある。ありがとうございます。